ちょっと、はい、最近の NHM のレビューにあったやつをちょっと読んでみました。サルコイドシス、原因不明の炎症性の臓器疾患ということで、知られてまして、肺、リンパ系、皮膚、目が特に多いですが、全身の臓器に発症する可能性があるというふうに言われている、非、腱絡性日血腫の形成が特徴の病気です。疫学としては、男女問わず発症。若干女性が多いみたいですが、若年層から中高年ということですね。で、ただ、その診断がしっかりできてないというケースも結構多いので、結局のところ、有病率は、死のものはよく分かってないということです。で、予後の、予測因子ということで、何個かあるんですけど、この、良好な場合っていうのが、40歳未満の発症とか、ステージ1、2の無症候性の場合ですね。肺病変に関してですね。あとは、好中球、あと、好酸球とか好中球の増加がないような、リンパ球増加の場合とか、あとは、リフグレン症候群という、発熱と、SSA 紅斑と、両側の関節痛と、BHL ってものには、これは一応、良好というふうに言われています。とは、環境因子もある程度関係があるのかなと言われていまして、農薬に暴露されると、サルコイドシスのリスクが上がるとか、喫煙が関係あるんじゃないかなとかいうことも言われています。で、病態、ちょっと、わかりやすめに書いたつもりですが、ちょっとわかりにくいかもしれません。まずは、やっぱり、もともと遺伝的に感受性が高い人ってやっぱりいて、この人たちにさらに、何らかの未知の、環境暴露による抗原反応が起きて発症するというふうに言われています。で、刺激を受けると、マクロファージとか他の自然免疫細胞が、サイトカインを作ります。で、活性化されたマクロファージが2つの種類があるみたいで、M1 と M2 というやつがあるんですけど、M1 という肉芽子形成に伴うものに分化して、いろいろサイトカインを出すんですけど、インターロイキン13というやつを M1 が出して、これが今度はさらにその繊維化を促進するタイプの M2 というマクロファージに分化していき、この M2 が上皮細胞とか抗原体細胞に働きかけて、で、あと、インタロイキン1とか6とか関係して、Th17 細胞が増えて、というような流れになってまして、で、マクロファージがこの活性化された後は、組織球とか類上皮細胞に分化して、肉芽子の核を形成するということになっています。で、特にこの MTORC1 というものがあって、で、これが活性化されると、特にマクロファージが同質性細胞とか多角球細胞を分化させるということになっています。ちょっと自分でも全部理解しきれないので申し訳ないですが。臨床的特徴としては、肺が一番多いので、咳とか息切れとか疼痛、疲労感というものが多いんですけど、肉血腫が臓器にできることによる症状だけじゃなくて、全身性の炎症性メディエイト、サイトカインが放出されることによる、なんとなくこう全身が偉い感じとか、そういう、非特異的な症状を起こすことが多いです。ですね。で、リスフグレン症候群、さっき言ったものですけど、これは一番わかりやすくて、もうこれがあればもう診断していいだろうと言っていいぐらいの典型的な症状みたいです。で、この典型的な非レフグレンの場合、その典型的なレフグレン以外の場合のサルコイドシスでは、半数以上が寛解して、3分の1が慢性経過をたどります。死亡率は10%未満と、そんなに致死量、特に高くなくて、肺疾患が、死因の一番で、その次が心疾患です。で、無症状のことが多くて、勝手に治ることも結構ありますが、3分の1が慢性化して、その後、増悪寛解を繰り返すというふうに言われています。
診断についてですが、肺のサルコイドーシスは、典型的な、胸部画像所見からですね、BHL 一番わかりやすいと思うんですけど、特定の CT 所見、リンパ節周囲の小血性パターンとかいうのも、も認めることがあります。で、このリンパ節から取ってきた生検が一番感度が高いんですけど、重荷鏡とか取ってくるのも侵襲性が高いので、今のところ、計、気管支鏡を、リンパ節生検ですね、が一番安全性が高いかなと言われています。典型的な画像ですけど、肺で言うと、BHL、写真の、B ですね。あと CT の所見で、この気管支に沿った、結節炎みたいなものですね。あとはいろんな臓器に起こすので、皮膚にもいろんなものを起こしますし、あと、ペットがまた後で交絶しますけど、ペットが有用です。あと、骨に行ったり、心臓に行ったり、頭に行ったり、骨に行ったり、いろんなところに行きます。で、次に多い心臓のサルコイドーシスですが、心電図、ですね。で、心ブロックとかで疑うことが多いですが、これだけでなかなか分かることがちょっと難しいですけど、と画像として心臓 MRI と FGG ペットが有効ということで、よっぽど心筋繊維腱が必要な場合は少ないです。で、やっぱり肉血性病変が心筋の中に散在しているので、取ってきて何もなかったからといって指定できないということもあり、あまり心筋繊維腱の有用性はないみたいです。あと、他のサルコイドーシスについては、神経については、先ほどちらっと出ましたけど、頭の画像とか、ルンバールですね。で、よく測られる血性安定神経変換酵素濃度は、半数ぐらいで上昇しているんですけど、特異性に欠けるので、治療効果の評価に使われることが多いです。他のバイオマーカーも、有用であるんじゃないかなと言われているんですけど、ペットが一番いいかなと。で、ペットで、どこを生検したらいいのかということを突き止めるのがいいそうです。で、診断アルゴリズムですが、レフグレンがあればもうこれはもう、心内で検査省略してもいいぐらい特異的な所見みたいですね。あと、ループスペリノっていう、広汎性、老相ですかね、という皮膚所見とか、あとは無症候性の、BHL とかがあると、もうこれはもう、アルコール度数を疑っていいということになっています。で、そこまでいかないけど疑ったような場合には、やっぱりまず、肺の、バレをやったり、ですね。で、そこで肉血性病変が見つかって、他の肉血性疾患が指定できれば、診断になるんですけど、生検をして肉血腫が見つからなかった場合、もう否定はできないので、6ヶ月後に、再検するということになっています。で、管理は、先ほど言った通り、勝手に治ることが多いので、全身療法を必要としないことが多くて、あまりエビデンスの高い治療についてのものが載ってないです。と、このフローにいろいろ書いてあるんですけど、まず一番は、QOL を害しているかどうかということで、この図で言うと紫の一番、左のところですね。特に臓器障害もなくて、無症候性の場合にはもう観察、これが一番ということですね。で、症候性になってきて、とか QOL が、低下しているとかいうことにあった場合に、まず局所療法で、各臓器に、沿ってやっていくんですけど、で、それでも全身療法が必要な、結構臓器障害があるような場合とかだと、ステロイドを使いますが、あんまり長期間やっぱ使いたくないので、キシグロロキンとか、これも、どこの臓器障害されてるかによっても使う薬が違うんですけど、できる限りステロイドは使いたくないということが書いてました。で、あとは、その臓器ごとの症状じゃなくて、全身のサイトカインによって起こる、何とも言えないこのだるさとか、この図で言うと、右の紫のところですね。これがあった場合にはもう、本当に臓器障害
によるものであれば、臓器移植とかもありますが、サポーティブケアですね、も結構大事ということになっています。で、そうですね。ヒトレキシクロレキが有効な場合には、皮膚疾患、コカルシウム結晶、神経細胞構造物の一部で、他、ステロイドを使ってダメだった場合に、メティックスとかアダチオプリン、MMF、LF などを使います。あとは最近、コーティネットのインフレキシマブとかアタレミマブも使われるようになってきました。あとは、まあそうですね、今言ったように、抗うつ剤とか食事療法とかそういったものが有効な場合もあります。移植は実際にやられてるのはかなり少ないんですけど、有効で移植後の患者生存率もかなり高いということです。で、臓器別の治療の方に移るんですけど、まず一番多い肺ですよね。これが初回のスクリーニング項目。まずこの病歴でこういうのを見たら、レントゲン取って、血栓取って、血栓のカルシウム濃度、ALP とか、ACE とかを測っていきまして、やはり基本的にはもう治療しない。で、その代わり、レントゲンやペットを再建していくということになっています。で、次が、臓器道とか皮膚ですね。まあ、ちょっと頻度が少ないので、ちょっと少し省略します。と、心臓ですけど、疑うべき所見が、まあ、胸部症状と心電図での心ブロックと PVC とか、頻脈だけでも疑うということですけど、心電図だけで 7% が診断できるというふうに言われているので、こういうのを見たら、前例、か、やるか微妙なところですか、MRI とか、を考慮するというふうに書かれています。あとは、頭とか肝臓。肝臓も結構多い。10から30% あるみたいです。そう。あとは、高カルシウム血症も多いですね。で、読んでてなるほどと思ったのが、血性カルシウムが正常でも、な場合には、蓄尿してカルシウムの濃度を測れというふうに書いてました。あとは筋肉や骨にも行くみたいです。で、頻度的に多いのが右に書きましたが、肺と、この全身の何とも言えない小だるさとか、次に目で、肝臓で、心臓、皮膚、オカルシウム結晶というふうに続いています。この多いこの全身症状ですけど、まずうつ病を甲状腺疾患、を指す筋疾患を指定しろと書いてます。で、まあ、もしそういうものがあればそれぞれ治療していくんですけど、まあ結構その、メンタルケアとか運動療法とかいうことも大事になってくるみたいです。まあ、いろいろ今いろんな治療が研究中みたいです。はい。で、画像所見ね、ちょっと少し調べてみたんですけど、BHL は有名なんですが、他の肺の病変として、この、ギャラクシーサインと言われる、間歯、血管周囲間歯飛行があって、これが結節症になって、これがさらに大結節になって、ギャラクシーサインというふうに言われるものがあるみたいです。あと、すりガラス液を作ったりもします。こういう感じの画像になるみたいです。で、ちょっと、テーベのようかなとちょっと思ったんですけど、鑑別としては、テーベだと胸膜張下が、スペアされることとか、サルコーとしてはもう全部もうびっしりみたいですね。あと、サルコーとしては両側だけど、テーベも両側のことあると思いますけど、孤立性のことが多いのが半数だというので書いてました。あとは、心臓の造影 MRI ですね。前の、前回発表したアミロイド質もちらっと出てきましたけど、そこの部分が日炎造影があるかっていうことで、サルコイド質は、まあ、こういうところに、心外膜側ですかね、にできるみたいです。実際の写真だと、こういう感じですね。
で、ペットも有効だということで、結構かなりペットを勧めていたので、疑ったらペットして整形をしろというようなことでした。